著作の題名。林は、大東亜戦争の開始を1845年とし、西欧勢力の当然に対する反撃として、大、東亜百年戦争を、本質は解放戦争であると主張した。林は、公職追放を受け、中間小説などを発表していたが、昭和38年。 中央公論9月号に、応答は戦争肯定論を発表して、論壇再登場となった。最初は、中央公論に連載され、1964年から65年にかけてただし、続2冊にまとめられ、番長書房から出版された。1976年に合冊本の改訂審判が、1984年に新書版が出され、 2001年に復刻版が刊行された。東亜解放百年戦争史観に基づく緑の日本列島が東京新聞に連載された。林は本書で従来太平洋戦争と称された大東亜戦争の名称をあえて用いこれは東亜百年戦争とも呼ぶべき欧米列強によるアジア侵略に対するアジア独立のための戦いであったと述べた。 同時に、その理念がねじ曲げられ、アジア相戦うことになったことを悲劇と見て、歴史の非常を感じると述べている。後半は、幕末維新期の歴史に時を呼び、西洋の衝撃に対して、維新の志士たちが、どれほど誠実に対処したかを論じるなど、話題は多岐に及ぶ。林は、日清、日露、日子戦争を含む、東和百年戦争を、明治、大正、 昭和の三天王は戦線の象直に署名し、自ら大元帥の軍曹と資格において戦った。断刑の皇族もすべて軍人として戦った。東京裁判用語とは全く別の意味で、戦争責任は天皇にも皇族にもある。これは弁護の余地も弁護の必要もない事実だ。と主張した。三島幸雄は、同書の広告文として、 これは、比類なき詩書である。公文の裏に死が感じられる詩書というものを最近、私は他に読んだことがない。この本は本当に、生き物としての日本及び、日本人を捉えている。と書いた。昭和36年に、上山春平が、大東和戦争の思想史的意義で、太平洋戦争という故障を占領下の所詮と指摘し、戦中派として、 戦争の意味、意義を問うなど、占領権力による太平洋戦争史観しかなかった中で見直し史観が出されつつあった。昭和38年に林が大胆に皇帝論を打ち出したことは驚きをもって受け止められ、昭和39年に上山は再び大東亜戦争の意義についてで植民地再編成の戦争であると主張した。昭和40年、林の 大東は戦争肯定論は、中央公論7月特大以で、ハニーゴローの批判を受け、中央公論9月号の特集、大東は戦争肯定論批判、では、井上清志、星野義夫、吉田光、つ小田三のらの批判を受けた。また、竹内吉美は、コアと脱和の両面から分析し、対中国戦争が、侵略戦争であると主張した。2007年、 中島武氏は、小林義則が、戦争論で、パール判決書の一部分を都合よく、切り取り、応答は戦争肯定論の主張につなげることには、大きな問題があると批判し、西部進む、牛村慶、八木秀次らを巻き込む論争に発展した。吉田博氏によれば、山岡総八が1962年から71年に、かけ、講談クラブや、 小説現代に連載した小説太平洋戦争には、林の議論の強い影響が感じられる、という。丸川哲司によれば、叙述の形態は、歴史学者がするような資料批判を通じたものではなく、実感をもとにして展開された論である色彩が、強いが、90年代以降の、新しい歴史教科書を作る会に代表されるような、 右のイデオローグたちのように自虐視感なる用語によって仮想的たる左を押しのけようとする政治意図は薄いという。浜崎洋介は竹内義美が大東亜戦争開戦当時に議論された近代の彫刻について日本近代史のアポリアの凝縮だと表したことを挙げその意味で言えば林房が近代日本の戦争を一つの とは百年戦争として捉えたことも、こなしとはしない。と述べた。ありがとうございます。